昭和平成の仮面ライダーシリーズで活躍した悪の仮面ライダーと演じた俳優たちまとめパート1。ウルトラマンシリーズ、スーパー戦隊シリーズに並び、特撮シリーズファンの心をわしづかみにする仮面ライダーシリーズ。昭和、平成で一世風靡し、そして新たな時代が始まろうとする今も、その人気は衰えを知りません。そんな仮面ライダーシリーズを盛り上げてくれるのが、主役ライダーと対峙する悪の仮面ライダーたちです。むしろ、ライダーファンの方は、この悪役ライダーファンの方が多いのではないでしょうか。今回は番組を盛り上げてくれた悪役仮面ライダーを紹介していきますので、ぜひご覧ください。意外な大物俳優も悪役ライダーを演じていました。それではスタートします。ご覧ください。まずは仮面ライダーブラック、こちらに出てきた悪役ライダーのご紹介です。こちらシャドウムーン秋月信彦役を演じたのは堀内貴人さんです。洗脳が完了したライダーと同等の存在で、仮面ライダーシリーズ初の悪の仮面ライダーとして登場しました。続編の仮面ライダーブラック RX でも登場し、 RX と壮絶な戦いを繰り広げました。そしてスペックがこちらですね。続いては仮面ライダー龍騎、こちらに出てきた悪役ライダーのご紹介です。こちら仮面ライダーシザース須藤正史役を演じたのは木村武史さんです。防御力が非常に強いライダーでした。自分の契約モンスターに人間を捕食させてパワーアップさせていました。デザインモデルは仮面ライダーのショッカー怪人カニバブラー。スペックはこちらになります。続いては仮面ライダーガイ芝浦純役を演じたのは一条聡さんです。攻撃力は悪役ライダーの中では強い方ではありませんでした。しかし必殺技が直撃しても生き残れるほどの高い防御力を誇っていました。ちなみにデザインの裏モチーフはあの有名な仮面ライダーブラック RX だそうです。そしてスペックがこちらになります。続いては仮面ライダー王者朝倉武史役を演じたのは萩野隆さんです。変身者の朝倉の闘争心と凶暴性によって非常に高い戦闘力を誇りました。また接近戦は得意でしたが、防御系の技がないため遠距離からの攻撃には弱いという特徴もありました。デザインのモチーフは仮面ライダーのショッカー怪人コブラ男でした。スペックは以下の通りです。続いては仮面ライダー大河東条悟役を演じたのは高槻純さんです。不意打ちや裏切りなどの戦法を得意としていました。しかし自身は不意打ちに弱かったという難点もありました。他のライダーは左手でカードデッキを持ち変身しますが、東条は右手でカードデッキを持ち変身していました。スペックは以下の通りです。
続いては仮面ライダーベルで高見沢逸郎役を演じたのは黒田アーサーさんです。騙し討ちなどを駆使したトリッキーな戦法が得意でした。また戦術を練るのが得意で高いカリスマ性を持っているため他のライダーからも一目を置かれていました。デザインのモチーフは仮面ライダーのショッカー怪人死神カメレオン。スペックは以下の通りです。続いては仮面ライダー凌駕鏡像の木戸慎二役。こちらを演じたのは菅田高正さんです。龍騎とほぼ同じ姿ですがスペックは龍騎よりも高かったようです。接近戦では王者を圧倒するほどの高い戦闘力を持っていました。スペックはこちらになります。続いては仮面ライダーオーディーン。こちらは正体が原作では不明でした。何度倒されても復活しました。他のライダーをしのぐ圧倒的力を持っていました。ただし戦闘経験が少なく心理状態に左右されやすい脆い部分もありました。作中では最後までその正体については描写されませんでした。スペックはこちらになります。続いては仮面ライダーファイズ劇場版。こちらに登場したのは仮面ライダーサイガー。こちらレオ役を演じたのはピーター・ホーさんです。ギリシャ文字のプサイをモチーフにした仮面ライダー。空中戦を行うことを前提にして作られた天のベルトによって変身が可能になります。もともとはテレビシリーズ3作目の仮面ライダーとしてデザインされたものでした。こちらのスペックは申し訳ありません、確認できませんでした。続いてはテレビ版仮面ライダーファイズ仮面ライダー王が木場裕二役を演じたのは泉雅之さんです。ギリシャ文字オメガをモチーフにしています。スペックがかなり高くオルフェイクの中でも真擬態全て優れていないと変身できませんでした。歴代悪役ライダーでナンバーワンのスペックだったというライダーファンの方も多いようです。スペックはこちら下の通りです。続いては劇場版仮面ライダーブレイド。こちらのご紹介です。こちらに出てきた悪役仮面ライダー仮面ライダーグレイプ志村淳一役を演じたのは黒田裕樹さんです。新世代のライダーで黄色を基本としたカラーになりました。デザインはアルファベットの A をモチーフにしていました。こちらもスペックが確認できませんでした。申し訳ございません。続いては仮面ライダー響き劇場版。こちらの悪役ライダーのご紹介です。こちら仮面ライダー歌舞伎役を演じたのは松尾俊信さんです。歌舞伎役者をモチーフとしたデザインの鬼。左右非対称のデザインは裏切り者の二面性を示していたそうです。こちらもスペックの確認が取れません、申し訳ございませんでした。
続いては仮面ライダーカブト劇場版。こちらに出てきた悪役仮面ライダー、仮面ライダーコーカサス黒崎一生役を演じたのは元 K-1 ファイターの武蔵さんです。コーカサスオオカブトをモチーフとしたライダーです。黄金のライダーの異名を持ち、高いスペックと戦闘力を誇りました。コーカサスのみに支給されたハイパーゼグターを使うことでハイパークロックアップを発動可能という特徴がありました。こちらもスペックの確認ができませんでした。申し訳ありませんでした。続いては仮面ライダー電王劇場版。こちらの悪役ライダーをご紹介します。こちら仮面ライダーガオー、ガオー役を演じたのは渡辺博之さんです。仮面はワニをモチーフにしていました。総合的スペックは高くありませんでしたが、ガオー自身の戦闘技術により圧倒的な戦闘力を持っていました。こちらもスペックの確認が取れませんでした。申し訳ございません。いかがでしたでしょうか。懐かしいと思われた方もいたのではないでしょうか。悪役仮面ライダーは一番番組を盛り上げてくれる、時代劇でいうところの最後に主人公に切られる悪大官のような存在と言えるのではないでしょうか。これまで多数の悪役ライダーが出演し番組を盛り立ててくれました。これからも新シリーズでさらに魅力的な悪役ライダーの登場を期待したいものです。最後に一部不備があったことをお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。